けましておめでとうございます。お久しぶりです。おたさんです。ポテチンさん、どんどん進化してなんでこの子が無体人じゃないんだろうねさあ、新年ということでね、はい、新年らしい企画をやりましょうよ。何ですか。竹とんぼ買ってきました。誰が一番長く飛ばせるか、いきます。せーの、ということで、今年もウピチャンネルをよろしくお願いします。すげえ寒いんで、はい、じゃ一回家の中行きます。行きましょう。せーの、シュン。で、あっちでやっていただいて。はい、ということでね、新年一発目の企画は、やっぱ家の中でやりましょう。ジェスチャーミュージカルクイズ。舞台人だったら、身体表現だけで今何をこう表してるのかっていうのが分かる。お題でミュージカルの演目が出されます。でそれを10秒で表現してほしい。で、あとの2人はそれを見て何の演目かを当てます。で、頑張って伝えなきゃいけないってことね。そう、当ててもらえたら1人につき2点もらえます。回答者は何の演目かを当てたら1人1点もらえます。最終的に持ち点が一番低い人は罰ゲーム。新年らしい一発ギャグをやってもらいます。で、1週目は演目で、2週目はキャラクターです。これは全て劇団四季ミュージカルの演目であり、うん、劇団四季ミュージカルに出てくるキャラクター。で、これちなみに誰が問題を考えてるかっていうと、はい、ドッテチンのお兄さんということで、はい、行ってみましょう。はい、トップバッター太田さん、いきます。分かったニュアンス。回答をお願いします。せーの、ライオンキング。正解。おお今のわかりやすい。まあ、ポスターはね、あれがよかった。4点獲得。さあ次はドテチンの番です。ドテチン。ドテチン。いや、これは意外と分かりやすいかもしれない。オイラでも分かった。じゃあ行っちゃいましょう。せーの、キャッツ。おー正解ですよ。ドテチン4点獲得。すごいやんですね。何者。びっくりした。はい、じゃあ次私行きます。はい、よし、次は俺の番だ。ウキさんさ、これさ、うん、オイラが自分の1点を捨ててウキさんに点数を取らせないっていう、あえて答えないっていう作戦もある。はい、でも2022年の仕上げからそんなこすい感じでやめてくれよお前。一発ゲームなんかやりたくないよ俺。いや難しいだろお前これ。あ、はい、あ、ちょっと今置いたくなっちゃった。俺昔顎関節症だったんだよね。小さくめっちゃ笑った。せーの、ノートルダムの鐘。おぉやった。よく分かったね。いや、すごいね。分かりますよね。うん、え、見たことあった。さあ、2週目いきましょう。はい、2週目はキャラクターです。2週目、イクレアス。ちょっと難しいかもしれない。難しそうだ。回答お願いします。せーの、ジョン万次郎。ちょっと待って、野獣。トリーでやんすよ、ウエストサイドストーリーの。わかんないよそんなの。いや、わかんない。あ、なるほどね、出演者だからだよ。よしということで、太田さん0点です。うそー。ドテチン2周目いきましょう。ドテチン。
桃太郎。いや、わかんないな、これなんか果物を磨いてたよな。なんかを磨いてたんだよ。でもわざわざ問題になるようなキャラクターだから、いや、もう噛んでいくでやんす。いきましょう。はい、回答します。せーの、アリエル。正解です。いや、今のはランプをこすってたんだよ。あー、そう、そっか。なんか俺、磨いてるにしては一応だなと思った、動きが。なんか洗濯とかだったらこうやってるし、はい、食べ物とかだったら最後食べるかなと思って。アリエルがちょっといろんな宝物集めてたりするじゃない、うん、あー、いらっしゃい、20個もあんの。でかくね、一個一個の宝石。太田さん、この外しは痛いんじゃないですか。だから片方に正解されたらオイラが負けなのかな。そう、そうです。さあ、ラストですね。太田さんが罰ゲームだよね。やりたくない。さあ、お願いします、お兄さん。うおいや、これ知ってるかな。いや、本当に分かんない。さあ、2人で回答してください。いきます。せーの、ナイフ。ということで、太田さんと僕が同点です。はい、いきます。はい、本気でいきます。はい、最初はグッ、じゃんけんぽい。ちょっと待ってくれよ。2022年は好きな子に告白をするよ。角で待つ、チラッ。角で待つ、チラッ。角で待つ、ボン。角待つ。よかったよって言われるの嫌かもしれないけど、よかったよ。1年目の芸人みたいな。ちゃんとしてもらって。はい、ということで、今年もチャンネルよろしくお願いします。よろしくお願いします。ご主人さんも。Yeah!